どうなるでしょうね。どこまで追ってくるやろね。ていうかよう考えたら1キロって結構な距離やで。そうやな、1キロは追ってこれんやろ。でも川村さん結構運動神経ええ、あのずんぐりして、いや運動神経精神的によ。いや結構しつこい性格やで、粘着ストーカータイプやで。もうそろそろ川村さんが待ってるところやと思います。あ、おった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 、なんでこんな遠くから分かるんだろう。じゃあちょっとだけ顔見せてから逃げるな、うん、なんでそんな変な格好した。よし、行きます全然追ってこいやん、全然追ってこいやん、やっと携帯をしまって走り始めた。今自体が乗り込めたよ。やっと追いかけてきてくれた。よし今日俺今日、あーお前いい感じこれ、いいよし走り、あのメーター見てな、これ走り寄るか。めっちゃ走り寄るよ今。メーター見てます。やばい赤信号や、前やばい、追いつかれる可能性がある。あ、おるおる、うわめっちゃ全力で走り始めた。うわ止まったのに気づいた。うわ来た、やばいちょっとやばい、ちょっと待って追いつかれるっていう最悪のパターンになる。やばい、よしよしよしよかったよかった間に合ったよかった危ない危ねえ、追いつかれよったあ、待ってくれてるんだみたいな、待ってくれてるよよし、行けたちょっとあいつ笑っとるやん、あいつ完全に、いや事態を飲み込めてねえな、あのどうせ待ってくれてるみたいなよし、どうせ置いてかれないだろうみたいな顔しとるな。これは本気で置いていこうよ。このちょこちょこ作戦面白いな、はい、どういった、ちょっと事故起こしてる。バイバイ、川村さん。やばい。これ、だいぶ走らせたな。ちょうどここが1キロぐらいの地点。うん。来るかな。こんな、うん、全然見えんな。あいつ、あやっぱ来れんかったんかな1キロ。えちょっと出てみん外。あええや。こんな。え橋の向こうまで連れてきとったよな。うん。えこっち来たってことは知っとるよな。そうやな。少なくても。緑になってない。あいつ服、緑やん。いや、赤い服の下に緑て。クリームシチューみたいな。クリームシチューじゃない。クリームソーダじゃわ。クリームシチューって。で今結構肌寒いよな。うん。それでお前服脱ぐって。タンクトップて。なでもさ、この距離やばくない？ちょっと逃げ。ちょっと逃げよう。ちょっとやばい。ちょっと逃げよう。あ、うん。よし、余裕。オッケー。ちょっと走り始めたよ。嘘。あ、いや、大丈夫。まだ。ダメだ。ほんまや、俺、見えんかったけど、タンクトップやん、あいつ、ほんまに。逃げるぞ。よし。バイバイ。走る。あ、まだ走る元気はあるんやな。あ、でもそんなにもうスピードないわ。結
構来たな。うん、もう2キロ超えとるわ。マジか。うん、こりゃ置いてけぼりかな、もしかして。もうおらんもんな。こんな来ないね。ああ、もう最後らへんもずっと歩いとったもんな。うん、どうする、うん、どうする。いや、もうちょっと置いてけぼりでいいんじゃない。これ始める前にさ、どうなったらもう連れていくっていうの決めんかったからな。嘘やな。ちょっともうわだち決めて。うん、どうする。もうこれもうえんちゃん。えんちゃん。マジで。うん、ほんまに最高。お前も。うん、いやいや、ちょっと待って。さすが置いていくの。いや、もう本当にいい、気持ち悪いんでごめんなさい。うん、マジで。うん、うん、そんな、うん、悩んでる時間もったいない。車内広い方がいいし。マジでお前らひどすぎやろ。まあでも、うん、もうええわ。道中で行くか。うん、もう行こうか。もう行きます。行こう。はい、行きます。行きます。行こう。ではお腹空いたので腹ごしらえをしましょう。はい、お茶漬けも美味しそう。いただきます。うめ、うん、あいつ今何してんやろな。え、誰か。嘘、もう忘れもした。おお、だいぶ田舎に来たって感じやな。じゃなあ、コンビニない、コンビニは。ないな。109は109なんかもう絶対ないな。イエティおりそうやな。いや、ヒバゴンでしょ。あ、お前。そうそうそう、ヒバゴン。しゃべっ、おい、見て、ヒバの里、ヒバの里。お前、ヒバの里や。マジで、ちょっとマジで今日見つけよう。ちょっとな、ヒバ山って書いてますよ。宇宙さん、ここや、ここや、ヒバ山や。ヒバ山って書いてますよ。宇宙さん、ここや。あれやで、これ絶対ヒバゴンを見つけたら、うん、もうアクセス数もうすごいことになると思う。分かるな。でもね、僕あのウィキペディアで調べたんですけど、うん、ヒバゴンって、うん、なんか体重80キロ、ヒバゴンって、うん、なんか体重80キロぐらいあるらしいですよ。ごつないですか。でもなんやろ、大男としてはそんなにって感じやな。僕あのブラックラーバギのヤシャタロみたいなのを想像してたんですけど、ちょっともう黙って、黙って。マニアックすぎてマジで分からない。ヤシャタロですよ。臭い感じ。ホキホキって叫びですよ。ちょっと景色を堪能しよう。黙って。